はい、どうも、楽しいお話家ですよ。さあ、行きましょう。やべ、ひっくり返っちまった。うわ、やっちゃったぜ。やっちまった。うわ、しまった。橋ないか。あれ？ちょっと待って、橋ないか？やっちゃったか、おい。今日めっちゃ豪華なんですけど。あれ、橋、大丈夫。あります、あります。そうだ、あるある。僕は、そういう時に備えて、しっかりとですね、橋を持ち歩いておるんです。何か、誰かから、どなたからか、施しを受けた際にですね、すぐ食べられるように箸を持って歩いてるんでした。施しを、あれ？あれ持って歩いてるんです。あれ？そういうことです。そういうことです。私はそういう卑しい男でございます。やべえのがね、今日はたくさんありますからね。ちょっと仕込みますんでね、先にそれやらなきゃいけないんだけど、いつもこうなっちゃうんですよね。本当に。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。こっちに乗っけるか。こっちに。本日はライフ。ライフと特別なね、やつを松屋で売ってたんで、それも買いつつですよ。買いつつやってまいりました。少々お待ちを。少々唐揚げ参ります。今日初めて、今だね、初めて声聞いたわ。セミの、セミが鳴いてる、セミが鳴いてるっていう声、あの話は聞いてたんですよ。もうセミも鳴き出しましたねと、朝からセミの声がすごいですねって話は聞いたんですけど、今年はね、僕は家の近くでは全く聞けてなくて、どんな感じなのかなと、今年のセミは思ったんですけど、元気に鳴いておりますね、セミが。あぶね、あぶねえ、あぶねえです。めちゃめちゃ危ないです。怖かった。ギリギリセーフでございます。ギリギリセーフでございます。揚げ物ばっかり、ここにもあるんですけど、松屋で買った特別な京都から来てたやつがあるんですけど、ちょっとそれはね、乗り切らないので、ちょっと後ほどと、後ほどということにさせていただきましょう。そういうことにしましょう。あ、すごい、すげえっす、半端じゃねえっす。怖いな、めちゃめちゃ怖いな。やばいっすね。あれです。さあ行きましょう。しかしすげえな、みんななんかこうゴミぶん投げまくりですね。ゴミとかあるんですよこの公園。めっちゃ飲み物忘れましたけど、めっちゃすげえいい公園なんですけどね。ゴミぶん投げまくり。日本はいい国です。いただきます。皆さん礼儀正しくて、うん、おいしい。ちくわ最高。ルールを守って、うん、おいしい。さすが大夫、かつお節は素晴らしいです。うん、卵もありますからね。卵食べると元気出ますから。ほら、ちょうどいいんだもんな。ちょうどいいぜ。うん、最高だ。白身魚のフライ最高だな。この公園、ほんと久しぶり。昔、去年、一昨年か、一昨年その前、自転車配達ダイエットしてた時はしょっちゅう来てましたけどね。大雪の日の撮影の公園もここかもしれん。あ、
懐かしい。から唐揚げです。うんうん。おいしい。あ、唐揚げいいね。文句なしです。これなんか北海道厳選コロッケあったな。厳選牛乳だ。うん。うん。うん。あー美味しい。あー美味しい。今日ちょっとスパイスの追加なんかいいのないかしらと見に行ったんですよ。やっぱスーパー楽しいね。焼きそばです。そばって美味しい。やっぱり焼きそばって美味しいです。うん、甘くも美味しい。当たり前だろ。うん、美味しい。自転車こぎたいなと思ってた。自転車こぎダイエットしたいですね。お金ももらえて運動にもなる。メンチカツです。ちょっと上すぎたな。まあいいかも。もういっか。うんうんうん、おいしい。確かちょっと高かったもんね。あの頃はタバコ吸ってたから。この喫煙所で喫煙所にお世話になってました。ちょっとマイク遠いから大丈夫か。よく本当に2つ見たね。マイクか。何回言うんだろう。これなんだっけな。これの施設のはずだけど。あ、そうだ、絶対そうだけど。ダメだったのか。いいね。唐揚げすっげえおいしい。ほんとちょっとおいしいんだけどまだあるから、こっちの方。これが松屋で買ってきたやつなんですよ。一回見せようってね。あれやってきた。
これ別の動画にもしたいいぐらいですよ。これなんだっけ、京都からね来てるやつって言ってた。卵カツとなんだっけ牛しぐれ、牛しぐれ、なんかそんな感じ。食べるの勉強ですか、こういう卵カツ。あ、すごい。あ、出汁すげえな。美味しいね。あ、美味しいですね。で、衣がね、あの細かい衣で。衣すげえ。衣すごいわ。見て。これすごいな。これはすごいわ。卵用にくれました。ソースもいいね。でも何もいらないか。いいね、ここ本当。西浅草線なのかな。住所は。静かで。めっちゃ高級なマンション建ってますよ。建ってるってもともとあんの。すごいです。僕配達にも行ったことありますね。出演者少ない。セミの声やんだな。ねえ。やめましたね。食べた、美味しかった。さあ、矢にむずて作業しましょうか。今日買ったスパイスは一旦矢で試して、でその後お店にという流れにします。
数種類買ってますね。順番でいきます、ということで本日お久しぶりのライフで買った豪華なスーパー作戦プラスさらに豪華に松屋で買った京都から来た卵カツとか牛しぐれのカツとかのやつ、後で調べてタイトルかなんかに入れるかもしれません。今日もとっても美味しかったです。セミ聞こえたね。今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。頑張っちゃうと。